通常は電力会社からの供給も受けていますが非常時災害の時にはこのように自給自足の体制に切り替わります千葉県柏市に来年完成するカシノハスマートシティは住宅やオフィスビル、商業施設などの太陽光発電と蓄電池をネットワークで結び停電しても最低限の電力を賄うことができます電気自動車を活用した非常時の電力供給装置や 住宅のエネルギー使用量を表示すするシステムなども導入します将来的にはスマートグリッドと呼ばれる次世代の送電網を使って自動的に電力消費を抑えたり地域の外にも融通するなど世界最先端の環境都市を目指します。